ランス語の17番教室ってどこ？百科事典のセールスマンかい。ああ、じゃなきゃ代理の専攻かもな。みんな静かにしなさい。私はアビグネール先生だ。発音を間違えないように、アビグナーリでもアビグネーリでもない、アビグネールだ。前回はどこまで進んだか誰か教えてくれるかな。言っとくが、誰も答えないならクラス全員減点にするぞ。席に着きなさい。第7章まで行ってます。よし、じゃあみんな教科書の8章を開いて始めよう。君、名前は？ブラッドです。ブラッド、ちょっといいかな。みんなの前に立って5番の会話を読んでくれ。レス・フランセーズ・ソン・ジェネラリメント・ダンズラ・ペイジ・フィー・プレス・フィー・フィー・ラモンド・アセット・インプレス。ちょっと、これどういうこと？私、ロバートの代理を頼まれたのよ。はるばるディクソンから出てきたのに。いえ、ロバートの代理はいつも僕です。どうした？続けなさい。チュエル。二度と来るもんですか。人をバカにするのにも程があるわ。もう電話しないでって言っといて、こんな年寄りに無駄足踏ませて、交通費だって大変なのに、なんてひどい学校かしら。お呼びしたのは息子さんの出席状況のことではないんですよ。それより問題なのは、先週1週間にわたってフランクがフランス語のクラスで教師を務めたことなんです。何ですって？息子さんはフランス語の代理教員のふりをしたんですよ。生徒に授業を行ったり宿題を出したりして、おかげで本物の代理教員は取り乱して帰ってしまいましてね。それだけでなく、息子さんは昨日 PTA 会議を開いて、トレントンにあるフランスパン工場への社会科見学に行く計画まで立てたんです。問題の大きさがお分かりでしょうか。すみません、病院へ行くので早退届を出したいんですけど。あ、ごめんなさい、ちょっと待っててね。ねえ、それ折りたたまないと。なんで？その早退届、偽物だろ。たたむんだよ。これママが書いたのよ、私病院へ行くから。嘘だ、だってその紙には折り目がないもん。普通ママから早退届受け取ったら、真っ先に折りたたんでポケットに入れるだろ。本物なら折り目があるはずだよ。